皆様、里も勝ち酒太鼓始まります。渾身の一曲の演奏となりますが、ぜひ楽しんで聴いていただければと思います。はい、私たち子ども勝ちどき太鼓は今年の2023年6月に太鼓の練習を始めました。初めて太鼓を叩いた時、太鼓の音を怖いと思うこともありました。バチを強く握りすぎて豆が潰れてしまうこともありましたけれど、このイベントに向けてみんなが頑張ってきました。これから叩く勇み釜という曲は馬が駆ける様子を表した曲です。これを聴いて皆さんに太鼓を好きになってもらえたら嬉しいです。一曲だけですが練習してしました。どうぞ聴いてください。
はい、以上になります。あのみんな今日初めての発表で、あのすごく上手にできたと思われる方、もう一回盛大に拍手をお願いします。子ども活動き太鼓どうでしょうか。100点。ありがとうございます。皆さんの応援があってすごく誇らしげに皆さんできたと思います。毎週月曜日に松代小学校の体育館で、あの勝どき太鼓5、6年ほど子ども勝どき太鼓は途絶えてたんですが、ちょっと素人だったんですが、私の方で発起人させていただきまして、貝沼先生と五明さんに教えていただいてます。皆さんの中でもちょっと和太鼓やってみたいなと思われる方いらっしゃったら、ぜひお仲間に何人に来てください。で、今日はいろんな視点から太鼓に触れてもらおうということで、東京から悟空さんという演者さん呼ばせていただいてます。この子どもたちもそうなんですが、来ていただいた方、ワークショップがお昼ぐらいから開催されます。そちらでも実際叩いていただいて、太鼓をぜひ自分で感じて帰っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。引き続きお楽しみください。こちらのステージの方は悟空さんのライブが2時ぐらいからまた開催されるんですが、それまではワークショップが点在しております。寺島工務店さん、アボリの方なんですけども、伝統的工法の宮大工さん抱えていらっしゃるところということでお呼びしてます。あと野菜の金松さんのお絵かきワークショップも地域の野菜知ることができますし、真田ひもも作ることができます。あと松代甲冑隊で弓矢体験で遊ぶこともできて、友谷敦くんの方で残福丸でチャンバラマシーンやることできます。ぜひお楽しみください。ありがとうございます。